今週は周期変化を繰り返しながら春の暖かさを感じられる日もありました。さて5日は再び冬型の気圧配置となっていきます。低気圧が発達しながら日本付近を通過し、全国的に強い風が吹き荒れる見込みです。上空の寒気を見ていきますと、平地で雪を降らせる目安の上空1500メートル付近でマイナス6度以下の寒気が西日本まで南下していきます。西日本の山沿いでも積雪の恐れがありそうです。お天気アイコンを見てみると、西日本では晴れても気温が低い予想となっています。那覇でも20度を下回る予想となっています。冬服で暖かくしてお過ごしください。